ジャン・キクノイは日本料理店ですから、その中でも京料理というジャンルの懐石を出しています。で、10日間しか取れないし、10日間しか採集できないようなもんで、その一つのコースを作っていくっていうのが懐石ですよね。食を楽しむためのコース料理ですか。料理自体もみんな自然ですから、これ自然とともに僕らは生きてますから。獲得した時はどういう心境、やったと思うだけでラッキーと思うだけで村田義弘、菊の井の主人です。仕事を始めてから50年になりますね。プレッシャーですよ、毎年毎年。はい、今厨房にいる料理人は35名ぐらいいますね。いや、まあ理由は2つありまして、毎日来るお客さんはだいたい昼と夜と合わせて100名ぐらいですかね。まあ一つのコースで懐石全部で10品ぐらいですか。それだけの人数がなかったらできない仕事であるということが一つ。でもう一つは、人をもう育てていくのも次の日本料理のためには必要だからというのが一つ。懐石でとろろを使うので、それに使うあの丸芋を捨てます。丸芋自体のネバネバの、まあ、成分みたいな、それで出てます。これ粉すって、まあ、粉すもちっちゃいやつなんですけど、まあ、その粉すも食べられないところなんで、まあ、鶏の肉っていうのと見た目を良くするのと、一品目あのハスのいろんな食材を盛り合わせたものなんですけど、それの中に使います。油で揚げた後に出汁で炊いて食材の基礎で使います。5年間は全員寮制です。全員寮にいます。5年間は合宿生活と一緒です。7年ぐらいになりますとシェフとパリティですね、エリアのシェフになりますから、黒いズボンを履きます。下の子も指導しなくてはいけない人間が2人ずつぐらいついてます。85度に、あ、これは今あのこしたばっかりなので泡立ってるだけで、あの、いや今見えやすいようにと思って今撮ってる。これ一番だし、何も味はついてないんです。あの昆布とカツオも、はい、ありがとうございます。Me? For you. Here you go, man. ありがとうございます。ありがとうございます。Yeah, yeah, yeah. いただきます。すごい。Cheers. それから裏切らないように僕がチェックしてからしか物は出ていかないんですね。それから僕が何をしたいか、どうしたら怒られるか、僕やったらどうするかということは彼は分かってるはずです。別に彼らに対して何かどうか言うことはないですよね。いろいろ歩いて回ってたんですけど、どういったものをチェックされてるんですか。まあ、ちゃんと、変なことしてへんか、料理とかと変なことやるよりか使ってるもんでも、サイズがいろいろ今日入ってきた梅は小さい、
今月いっぱい行けるかなというふうなことを喋りながら彼と相談して考える。あれは全部今からチェックするよ。何やこれ、あのマラガツオ。ラン一締め上げてください。全ての権限はその大将があって、全てのことは大将が全て自分で決めて、その決めたことをその下の人間は忠実に実行する。料理はあの肉のりの料理ですけど、大将の手足になって作ってます。ここであのまかない、まあ、従業員の食事は作るんですけど、あの大体40人から50人分を作ります、まあ、従業員の皆さんの食事をここで若い子が作ります。だからすごいこう訓練とかいい勉強になります。緊張するな。どっちだ、これ見ときよ。はい、焦がしたらあかんよ。はい、今何されてるんですか。今秋のフライを揚げてるところ。使われてるものを回ってきたやつを自分たちが考えて使ったりとかで、まあこっちでないものは自分たちで発注してやってます。プレッシャー感じますか。そうですね、美味しいの作らないといけないプレッシャーです。今日はアジフライ以外にどういったものが。アジフライにほうれん草のごま和えとお味噌汁でおえのきのすまし汁を作って。頑張ってください。ありがとうございます。トマトは、トマトはありがとうございます。美味しいですか。うん、うん、そんなん大将一日で帰った今日は熱中症になってるの、うん、それ食べてんのかい、うん、彼が京都で一番美味しいものを作る百姓。そんなことないです。もううるさいうるさい大将方に怒られ持って作ってますわ、うんうん、これ食べてもっと甘いから、うん、それから日本では24節24に分けてますから、それからその、旬っていうのは一番おいしい時期を10日間としてるわけですね。皆さんも食べてたから分かると思うんですけど、その時期にしか作れないもの、その時期にしか普通は12ヶ月ですよね。うん、私こっち渡してる。そのがうまいな。魚がやっぱり長いないと美味しい料理ができへんから、日本で一番の魚をやっぱ仕入れられるように。こんなの、あの生きてるタイってあんま見たことないよ。青い点々いっぱいついて目の内もこうブルーで、これを今から、これがこれ日本一のタイよ。これその日に上がった明石の魚の一番ええやつを値も言わんと買うてくるから、こちらも値も言わないで買うやん。それから一番ええもんが入ってくるわけ。それなんぼやなかったらあかんとか言い出すと一番ええの入ってこへんわな。ハモもなんぼ言ってる。今日は12本。ハモも12本。使える状態にするまで、骨切りをまた後でするんですけど、これを下ろすまでやってしまう。
18歳ぐらいから、それから大学出てくる子もいますから、すごい自転車を3ヶ月で乗れる人もあれば1年かかる人もいるわけですよ。それはいいんです。その自転車に乗ってどこへ行こうと思ってるかの方が肝心なんですよね。どのくらいの経験を積んだらこれほどになっていや、人によると思うんですけど、僕は一応10年います。で、全て教えるから、うちから卒業させていった人間はシェフになったり、その自分で独立したり、確率が一番多い店ですから。その方がちょっと、もうみんな食べちゃったんで、うん、はい、今日のランチはどうですか？美味しいです。はい、いつも通りいっぱい食べます。今は何をされているんでしょうか？庭で、うちの庭で採れた花を生けさせていただいてます。で、今日はちょっと大勢さんなんで、ちょっと少し、ちょっとだけ華やかにしようと思ってさせてもらってます。自然に全部入れてしまうと間に空気が出てこないので、お料理も全てそうですけど、私たちの着物もそうですけど、こう季節を皆さんに楽しんでいただくのも一つの私たちのお仕事なんで、それをさせていただきたいと思ってます。一つ一つの部屋のコンセプトはそれぞれ違います。全てのそこの部屋にあった庭が作られてる。まあまあ、うちら料亭やからメゾンですよね。メゾンも全部自然のもんでしかできてないし、軸、掛け軸、法事とかおめでたいやったら、おめでたいな時にはおめでたい軸にかけ直しなさい。うちはみんな見てもらったらいいように、茶室っていうよりもみんな書院、武家屋敷の体をしてるんで、今は座席のセッティングですね。で、お祝いのお席、お顔合わせって言って、ご両家、これからご結婚なさるお二人のご両家が今日はお祝いのお席。お軸も変わってます。日本ではこういうお座敷で和食のお料理のサービスをするときはお着物、日本の民族衣装ですね。そういうようにいろんな細かいリテールにいろいろ気を使って一つの門ができてますから、しかしながら何か気分がいいとか、もてなされてる気がするとか、また来たくなったとかいうのが
僕らの仕事ですからね。夜に向けてのお客様のその用意と、まあ、明日の食べの仕込みのその段取りというか、はい、皆さんお仕事をされています。例えばその各セクション、例えばこれだったら、これはまあトラックです。お料理の種類があるので、どこにお料理がこう発するとか、先付けとか、向こうとかあって、その中で、例えば担当が、まあ、基本的には1人、1日に1人いるんですけど、ただもう各セクションの仕事に集中する。で、その空間はフリーでオールマイティでヘルプに入って、こうお料理を食べていくっていうイメージです。何を焼いてらっしゃるんですか？うなぎです。その色加減とか、まあ、焼き目とか、あとは今からのこの焼きだれ、タレなんですけど、2グラムぐらいじゃないですか？タレの照り具合は大事なんですけど、っていうのが、あとこれはご飯で炊き込むんで、ちょっと焦げ目は強くつけるというか。このセクションは楽しいですか？楽しいです。めちゃくちゃ大変です。勉強することがいっぱいいる。これはタデの葉っぱ、タデという葉っぱです、ね、焼き物のアユにつけるソースの中に入っている材料です。食べますか？食べないといいんですけど。はい、大丈夫ですか？これちょっとにした方がいいと思います。ちょっとちょっと、はい、ありがとうございます。だったらお茶飲んだらお茶飲んじゃう。ポイズン重機ありがとうございます。いやいやいや、日本一番です。中井さんやらは自分が係をしてる部屋っていうのは分かってるわけでしょ？徳さんのご飯あげてください。徳さんもあげて、松の下物あげてください。はい、松さんもあげて。はい、松さん。中井さんがあいつ次お願いしますって言ってるじゃないですか。その時に彼らはスタートしてるわけですよ。それから一斉に動き出すんですよ。やるまでにそれだけの時間がかかることが順番に組んであるんで、全員が同じように動かないと一つのコースが出来上がらない。はい、猿山に餌をやる人が来た時にどこにいても猿動き出すじゃないですか。そういう感じですかね。青山から行ってるよね。はい、青山降ります。早く料理を出してあげた方がいいとか、料理はゆっくりな方がいいとかいうのは中井さんが把握してるんですね。熱いものが熱いうちに、冷たいものは冷たく、
ベストの状態でお客さんの前に出るために彼らのコミュニケーション厨房と永井さんのコミュニケーションはすごい必要ですよね。サビとかサビとかいうとこはことがあるじゃないですか。古いお茶室とか掛け軸とかでワビとかサビとかお茶の世界ですよね。その料理でいろんなところへお客さんをトリップさすっていうのがこういうこう川下りがあったりね。それからストーリーはこういうストーリーですよと。ストーリーって言ってもベートーベンとかモーツァルトでも実は感じてくださいってことでしょ。料理とか音楽とかみんなそうですよね。感じてください。食べるのは餌ではなくて、お客さんがトリップする心が満足できるかどうかがものすごく重要な。大人の財布を持って子どもの心を持ってきてください。もともと食べるということはそういうことですよ。その次のうちの家内ですから、最初は40年かな、僕と結婚してからですから、あの人普通の人ですから。で次のおかみさんはトムハルの嫁はんですから、でこういうもんはファミリービジネスよ。昨日の夜、自分らがもう終わった時にあそこ座ってたよ、中井さんやのところの。主人が働かへん分、みんなよう働いてる。全員その部署部署で責任を持ってことをやらせないなら成長せえへん。俺が怒ることはまあないわ。その分辻が毎日ええ。だから自分らの僕の孫もこの職業をやるかやらないかわからへんけど、やっても幸せに暮らせるような世の中を作っておくために今僕らは努力してるわけ。チームって僕らのうちらのチームだけと違って、料理を作る人全体がチームだよね。続けることが目的。では揺れ終わります。お疲れ様でした。ありがとうございます。それから
僕らの仕事はいい仕事ですよっていうのは、医者はお客さんは病人でしょ、弁護士はお客さんは揉め事のある人ね。僕らは家に家族に病人がいてたり、何か不幸なことがあったりして、で自分の体調も悪かったりすると来ませんよね。それからある程度幸せな人がよりパッピーになりたくて来る仕事ですから、こんないい仕事ないじゃないですか。そういうものは全くない。